そりゃそうか。でも、けど、あの子たち…食べちゃったかな。あ、それはそうだ。君もショック。電脳探偵に。は？なに？別にいいけど。まあハッカーになるとかより全然てかハッカーだ。あらた、あいつなんかちょっとへこむな。うわ、やだ。こういう時は地味系の。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さて次は街に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか、順応テストの最終段階といったところだ。新宿で聞き込みをして君のことが噂になっているかもしれない。何せその間私は私又吉刑事にもちょ、それと一つ、君の母親親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪君からも連絡して安心させて。親御さんの様子はどうだった？安心したようで何よりだ。これからは連絡が来ることも。親御さんの件は君に一任する。では行動開始だ。
俺か？ま、見ての通り、こっちも一応問題なしだ。強いて問題を探すとしたら、ノキアのやつかな。資金には刺激強すぎたはずだぜ。ま、ほとんど自業自得だけど。にしても、あの化け物初めて見たぜ。なんとなく噂には聞いてたけどよ、あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一点張りだ。どう考えたって不自然だと思わないか。あんなもん運営が気づいてないはずないだろ。どうにも気になるんだよな。ちっとば少なくとも公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってんじゃなさそうだ。ん？俺がハッカーかどうかって？まあそれはなんつうかあれだな。あっと、俺約束があったんだった。そんじゃまあ行くわ。またそのうちな。
お前こんなところで何やってるんだよ。おふくろさんとこ行ったんじゃねえの。海外、あー、なんつう組だっけ。ば、絶対ちげえよ。つかそれ外国じゃねえよ、日本だよ。そうだね。たく、最近ずっと四六時中地味家じゃずーっつか、お前だよ。ででんなあさか、おいおいってば。わさわ、うわあ、今ならいけると思ったんだ。つうかお前地味犬知ってんの。バンドだよ、バンド。なんか最近地味に売れてんだぜ。何がいいんだか俺にはさっぱりわかんねえけど、まあ曲はそこそこ良かったりするけどよ。とにかく
お前が電脳探偵になって学校さ送別会したのにな。俺泣いちゃったのにな。けどこれからもお前に会えるならいっかな、さくら。うん。まあそういうこった。目撃された君の姿も大した騒ぎには発展しなかったようだな。その様子ならば君も大手を振って街を歩けるだろう。ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君のアカウントはエデンネットワーク上で正しく認識されていない状態だ。そのため通常手続きでエデンにログインできない。コネクトジャンプで侵入できるとしても不正なアカウント扱いではまともに。そのような状態では職務にも差し障る。今後は用意した新規アカウントでログインしたまえ。さてそろそろ時間だ。仕事の時間だよ、女子君。クレミ探偵事務所はこちらでしょうか。約束した時刻通りか。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。失礼します。あなたは。ほう、君たちは知り合いか。いえ、知り合いというほどでは。うん、まあいいでしょう。依頼人の山科優子さんですね。はい、私が山科優子です。では依頼内容を伺いましょう。そちらのソファーへおかけください。はい。私の父が消えたとは。行方不明になってしまったんです。探偵さんには消えてしまった父、山科誠を探し出してほしいんです。うん。お父様に関する情報はありますか。はい、父の基本的な情報はこちらにデータですが、その中で手がかりになりそうなのは父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると現在もアクティブな状態なんです。でも呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました、お引き受けしましょう。よろしくお願いします。ではすぐに調査を開始しましょう。進展があればお知らせします。連絡先を教えていただけますか。いえ、その必要はありません。しばらくしたらまた来ます。それではこれで失礼します。
なるほどな。山科誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えば、このアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山科誠がエデンナ最近巷を賑わしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山科誠のアカウントの追跡から始めてもらう。アカウントの乗っ取りは往々にして組織的な犯行。エデンで聞き込み調査をすればアカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だ、ワトソン君。